1本満足バー、絶対1本じゃ満足しない竜です。さあ本日なんですが、インフェルニティデッキ、スーパー満足デッキやっていきましょう。満足さんのソリティアなんですけれども、シンクロ召喚だけではないんですよ。実は今回ですね、エクシーズ軸インフェルニティ満足制圧デッキやっていきましょう。ですね、これ何していくかっていうと、これまあ、ちょっと回し方は動画見ていただいた方が早いと思うんで、これ口で説明するの無理なんで、マジで長いからなんですけども、まあ、実質的に何をやっていくかっていうと、ダイヤウルフを連発します。はい、ダイヤウルフを連発しまして、相手のカードを破壊したり、自分のカードをね自ら割っていったり、このテロリストの効果によってひたすらにアドバンテージを稼ぎ、無限にこのデーモンを蘇生させて、デーモンの効果でアドを取っていくっていうね、そういうねデッキです。で、先行であればトラップカードをめっちゃ伏せるっていうのを目標にするし、後攻であれば局所とかしてからダイヤルフで連発して、ワンキル取っていくっていうのが目標になっております。で、虚無の波動っていうね、このスキルね結構強くてね、インフェルニティモンスターの打点がね手札0枚の場合は400アップするってことで、結構ねワンキルが取りやすくなるんですね、デーモン2体とかで。まあこのスキル何でもいいんですけど、なんかいろいろ見たら、なんか結構ねこれとかも強そうなんですよね。カードをめくるだけのボールっていう、自分の手札が0枚でインフェルニティモンスターのみの場合に、なんかデッキにインフェルニティガンが存在してれば一番上にそれを置いて、でガンを1枚追加するよっていうね効果なんですけど、これ結構強いんですよ。まあ、これでもいいかなと思うんですけども、今、まあ、一応ねワンキル取りやすいということで今日の波動にしております。ですね、マジで長いです。あと回し方めっちゃむずいんで対戦をね見ていただいて、どんな動きするのか見てください。ぜひデュエルスタンバイ、俺たちの満足はこれからだぜ。さあお相手の方、ザンゲさんよろしくお願いします。デュエルスタンバイ出ました。キューピーマヨネーズ、こいつの髪型、キューピーマヨネーズ社から絶対訴えられるだろこれ。反動は結構いいですね。インフェルニティガン、インフェルニティガンの効果で、ダウンビート捨てて、でビショップ特殊して、ダウンビートしていく。ダウンビート、ダウンビートの効果、インフィニティネクロマンサーを特殊召喚、そしてネクロマンサーのモンスター効果を発。どっちの方がいいんだ、いやでもこっちの方がいいか。こっちだね、こっち先だね、こっち先だわ。でデーモン、デーモン特殊で、デーモン効果、これでデーモン持ってくればいいのか。デーモン持ってきて総裁があるんで、デーモン召喚して、これであれですかね、自爆テロムーブ、このね自爆テロがめちゃくちゃ強いんですよ皆さん。ちょっとねどこ使うか分かんないけど、動画でちょっと動き方解説しますわ。ちょっとサレンダーやめて、サレンダーだけやめてほしい。でダイヤウルフとネクロマンサーをぶち壊して、ビショップいらない。でガン効果、これでね1枚ずつサーチします。まずですね、デーモンを特殊感で、ネクロマンサーを特殊召喚で、デーモン効果で、なんかインフェルニティカードを持ってこれる、蘇生札、まあどっちでもいいんだけど、まあこれ持ってきて、で蘇生札を、セットして、ネクロマンサー効果で、デーモンを特殊召喚してまた持ってくると、この動きをねひたすら繰り返していくっていうことですね、この場面を作ったら。でバリアをセットで、また、自爆します、自爆テロ。さあダイヤウルフはね自分のフィールドカードもぶち壊せるんでね、自分で自分を一見アドバンテージめちゃくちゃ損してるように見えるじゃないですか。これねネクロマンサーの効果で1枚サーチ増えてるんで、デーモンの効果で要は2回その効果使ってるから、デーモンの効果をね、だからねこれ実はね1枚ずつカード増えてるんですよ。ほいで、ほいで、デーモン効果で、まあこれどっちもいいんだけど、こいつ持ってきてで伏せてで、マンサー効果でまたデーモンを特殊化すると、でデーモン効果、もう一回この創生札持ってきて、でまた自爆テロですね、自爆テロをひたすら繰り返して、わかります、なんかだん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 カード増えてるでしょ。さあ強化のダイヤウルフを、エクシー召喚して、ダイヤウルフの効果、テロリストの効果によって自爆テロを行っていく。さあ残り時間は80秒、どんだけなんか時間なくなる、この操作回してるだけでこんな時間なくなるんですよね。ほいさあ急げ急げ、
まずさ、で、デーモン効果で、次は持ってこない方がいいですね。だから、セットして、次は持ってきちゃダメなやつだ。で、召喚権使ってるからね。召喚権使ってるんで、こうして、はい。で、デーモン効果はいいえ。で、深淵立ててもいいんですけど、深淵立てずでエンドでいいんじゃないかな、これ。深淵立ててもいいんですけどね、これ。今の、この盤面。ただ、インフィニティが攻撃表示でいないといけないっていうね、一応、ハンマーシュート、まあ、それはいいわ。効果が、あるので、トラップカモにね。だから、インフィニティを残しておかないといけないです。で、ビショップ効果、戦闘効果で破壊される場合の代わり、パターンね、ビショップ。これ強いですよね、これ。結局、なんかその、墓地のビショップも相手、除去しないといけないんで、まあ、ハンマーシュート1枚ぐらいだと全然、次のターンは蘇生できるんで、ネクロマンサーが。あー、ブレイクしよう。さあ、フォトンブレイク。フォトンブレイク。インフィニティガンをゲームから除外し、てめえのモンスターをバチコールで割っていく。相手の初動をね、全部取りましょう。エネミーコントローラー。はっ。エネミーコントローラー入ってんのか。リリースして、これ止めちゃうか。これ止めちゃっていいや。ブレイクまだあるし。手札残り2枚でしょ。残り2枚はさすがに何もできん。1枚、まあ、スラッシャーとかとしてもスラッシャーを除去しちゃったらいいので、これ多分マジで何もできないですよ。はいはい、最強どうですかこれ。このこれでこうなりますかねこれ。相手何もできねえからな、これ。強すぎる、アロタ小槌いらな。あ、セットしてで、ネクロマンサーほい、特殊召喚ほい、いいえ。さあ、バトルフェーズゴー。対戦ありがとうございました。どうやら理解したようだな。そうだ、これがデュエルリンクスだ。クソゲー。さあ、お相手の方バランス、まあ殺傷ビートですかね。殺傷ビートマジ多いですよね。今どのぐらいのランク帯に皆さんいるか分かんないですけど、今2月の1日時点で今レジェンドランクなんですけど、マジで5分の4くらい聖騎士かな。殺臭するよ本当に。このままでは多分殺臭すると思うわ、このゲーム。なんかさ、このゲーム作ってる会社さ、環境調整がさ下手くそすぎてさ、絶対一強になるんだよね大体。さあ、無の連合をとりあえずねぶち込んでいきましょう。あ、まあ強そうだね、これね。これ強そう。あとはモンスターを、引いてきて、パレスで、変身させばいいから、まあとりあえず挨拶しよう。ありがとうございまーす。おはようございます。はい、ありがとうございます。で、インフェルニティガン。でですね、インフェルニティガンからの、ガン効果、デーモン送って、はい。で、発動。セット。あとはですね、あれ、自爆テロを繰り返していくだけですね。自爆テロを繰り返していくだけ。インフィニティデーモンの効果。これは、ビショップですね。ビショップ特殊召喚。で、ビショップ特殊召喚して、まだ召喚権使ってないんですよね、私これ。さあ、ビショップ。ほいで、デーモンパレス効果。さあ、ビショップをですね、デーモンに変身させていきます。ほいで、デーモンをデッキから特殊召喚。さあ、デーモン効果。さあ、デーモンの効果によってですね、まあこれはガンですね。で、あとは自爆テロを繰り返していくだけなんですよ、こちら。ダイヤウルフを連発するっていうことです。いけ、ダイヤウルフ、テロリストダイヤウルフ、テロリストダイヤウルフの自爆行為1回目。まずは自身と相手のモンスターに神風アタックを決めていく。で、それ変身する、いいだろう。ダイヤウルフ、余裕で3回できます、このデッキ。見ててください、見ててください、俺の変身。さあ、出れた効果いいだろう。さあ、相手いけると思ってるんでしょうか。フリーボールかなんか握ってないと生きれません。
さあインフェルニティガン、インフェルニティガンのモンスター、あモンスターじゃねえ、魔法マジックカードの効果、インフェルニティデーモンを特殊召喚。さあスーパー迷惑超絶満足ストリティアが始まってきます。さあインフェルニティデーモンのモンスター効果、デーモンね、これね2枚発動できないんですよね、悲しいことに。1枚あの効果を使ってしまうと手札が0枚じゃなくなってしまうんで、デーモン2体特殊召喚したら、2枚サーチできるわけではないということで覚えておきましょう。さあテロリストの効果2回目。マジこれマジテロリストじゃないこれ、めちゃくちゃテロリストなんだけどこれ、ドーンでもう1回。どんだけテロ行為する。で、はい、で次はデッドリーシンディかな。で、はい、で、効果そうで、ですね、これは、マンサー持ってきて、マンサー持ってきて、デッドリーして、これまだ召喚権使ってませんからね、私こんな動いて召喚権使ってないって、いや、マジでヤバくないですか。はい、さあ、滞在という意味、デッドリーシーンっていうのはね、滞在という意味なんですよ。ヤグモさん、あの漫画版のね、ヤグモさんっていうのは蜘蛛使いがいるんですけど、その人の心を闇に落とさせてしまった原因のモンスターらしいです、そのモンスターは。さあネクロマンサーを召喚し、ネクロマンサーのモンスター効果を発動、墓地からインフェルニティデーモンを特殊化し、デーモンの効果を発動、トラップカードもしっかりと手札に加えていく。強すぎる、強すぎるだろ。何が起こるか分かんなかったんだろうな、待ってくれてありがとう、満足、一本満足。さあお相手の方、おキューピーマヨネーズよろしくお願いします。ウィール3倍来た、キューピーマヨネーズ、やべ、これほんとデーモン引けないとマジで終わるんだよね、デーモン引けないとマジで終わるんですよ、ゲームが。引けたんですよね、引けたんですけど、これ結局ガンがないときついから、まあこれはもうガンを気合で引く、ガンを気合で引く。マンサーは悪くないか、マンサーは悪くない。こうして、で、こうして、で、マンサーデーモンで、デーモン特集、ちょっとガンが引けなかったんですけど、まあとりあえず、一回動いていきましょうか。でもこれバリア持ってくるしかない、ブレイク持ってくるしかないのか、もう一回、あでもこれダウンビート、まあでもこれ、まあ、2妨害だから強いよな、普通に多分これ2妨害は多分強いと思う、そこそこ、ちょ頑張ろう、これでちょっと若干弱さそうだったけど、今のあの動き方、ま、後ろのバック2枚のトラップがめっちゃ強いんで、あやば、あやば、やっべ、ケルベロスやばいわ。やばい、それやばいかも、ケルベロスやば、強っ、オトンケルベロスさんちょっとやばいんですけど、あれこれ死ぬか、いやまだ死なないか、ちょっと破滅やめてほしい、あーやめてほしい、やめてほしい、除外は、いやデーモン除外やめて、やつー無理だー、どんだけ強い、いやこれ聖騎士とかよりもこっちの方がサービス終了するぞマジで。